はい、ちょっと、立ってしまいましたが、突起っていうか、ちょっとゼルダの伝説パート2からまあまあ立ってしまいましたが、今回から、マイクラ実況を始めていきたいと思います。やりたいなと思って今日やろうかなと思ってじゃあやっていきます。じゃあ遊ぶ。そう、新しく作成と、まあ難易度はノーマルでいこうか。サバイバル、サバイバルでいいか。で、名前はの地図、持つときなしで。じゃあ座標表示、はい、食人、まあ、これ味方へのダメージオフにしとこう。じゃあこれで作る。いやー、ちょっとね、楽しみなんだ。え、まあ、これはどこで、今ね、お菓子たたんでます。多分誰でも動画クリエイターヒカキンボックスで流れそう。誰でも動画クリエイターヒカキンボックス始まった。じゃあまず木を切っていこう。切るっていうか刈ろう。ノーマルだからな。まあイージーにしたかったんだけどね。じゃあちょっと音楽でもかけよう。前買ったばかりだからね。前お父さんに買ってもらったからね。まあ、別でね練習したらめちゃくちゃ上手くなった。じゃあちょっと残念だけど、ちょっと鳥狩らせてもらいます。すいません、ごめんね鳥さん、生きるためなんだ、ごめん。なんかすごい罪悪感感じる。作業と剣を、まあ、こんぐらい
チェストも一応多分こんぐらいあればいけるだろう。じゃあ、待て待て、危ねえ、素手で切ろう、ちょっともったいないから。さあやっ、さあ、お、羊だ。ベッドを作るためには羊を3匹倒す。早くな、村も見つけたいからな。ごめん、ごめんね、なんかすごい罪悪感を感じる。鳥さん、ごめん。え、うわ、なんじゃこれ。あっぶねえ、鉄もあるな、あっこ。あべえ、ちょっと下、ちょっと下掘っていくわ。うわ、怖い。暗くなってきてないね。うおっ、ね、こんぐらいしとれば大丈夫だろう。こっちから掘っていきます。ツルハシで土は掘ってはいけません。あ、もう出た。こんな石9個、OK、こんぐらいあればいいんじゃない。じゃあこれか。お、石炭あった、やったぜ。石炭って、あ、1個あった。あれ、これ取っていいんだっけ、ダメだっけ。あ、よかったよかった、いいんだ。うわ、待って、に変えるか。これやり方とか俺全然知らないですけど、操作方法は一応知ってるわ。このツルハシ壊れたらちょっとあれやろ、石のツルハシ作ろう。今石炭をね、取れるだけ取ろう。よっしゃ、取り終えた。よっしゃ、24個。安心感半端ねえ。石炭はいいよ。うわ、あっち
ち行こうかな、どっちに行こう。もう俺今何も着てないから、あ、魚もいるけど、うわ、待って、やばいやばいやばい、トラウトがいる、泳げー、よいしょ、うわー、はっ、あの氷のところに行こう、やべえ、今更かよって思うけど、羊や、まあいいや、あっちで夜も過ごせばいい。今ね、光るあれいたね、イカが、あれこんな遅かった、投げることとかできるのかな。いや無理だよねそれ。なんか白うっぶねえ。うん、なんか一応取っておこう。Thank you.
するわ、一旦もう一旦クリエイティブにするしかない。一旦クリエイティブにします。もう一旦クリエイティブ、一回クリエイティブ。そしてもうしっかりしっかり土の、あーやべ壊しちゃった。ちょっとこっからやばい。ふわー、終わったからもう作業台1個だけ取ります。もう作業台1個だけ。あーよし、松明作ってどんな感じ今。このめちゃくちゃ狭い空間でいます。誰でも動画クリエイターニカキンボ。飲みました。もうあれ仕方ない。木材もないし終わったわ。ベッドもない、終わった。なんか作業台に1個あるし、待って空腹じゃん。うわ生のやつしかねえ。もうこれ最後の1個だぞ。あ使っちゃった。満腹じゃないから回復しないわ。満腹じゃないとね、あれで今どんな感じ外。もう石のやつ作ろう。石
くんはぼぼぼも使ったわ。いや、なんか今回ちょっと、あ、出陣じゃん。でもスケルトンいるから、あの、あいつ、あら、死んだくなっちまう。危ねえ。絶対もう絶命。羊、あ、ヤギもいる、珍しい。なんでもいいわ。待って、空腹空腹。待って、やばいやばい。なんか弓矢ゲットしてるし。ラッキー。なんか、うわぁ、終わった。羊を全然回復しない。満腹じゃないから回復しない。終わった、俺。え？ついてねー。一発食らったらもう終わり、終わる。ここら辺もヤギしかいないじゃん。ヤギは子供。待って、走るのやめて歩こう。普通に
ジ。あ、鳥だ。あの鳥。待って、今のはクリティカル。うん、1個しか回復しねえ。焼いたらうまいんだろうな。歩いていきます。クリーパーなんか広がっ、あ、間違えた、音楽間違えた。うっそな、うっそ、ごめんごめん、生きれた。うわ、もう持てねえし、こんなもんいらねえよ。これでちょっと回復、うわー、まあまあ回復すんじゃん。ニワトリ、ニワトリ、うわ、格子はやだ、ちょっとかわいそう。うわ、ここどこ絶対いるもん、強くなったらいく。あ、よかった、回復しててる。やっぱ歩いていって、羊あと1匹倒せばいいねんけど、羊がなんかなかなかいないな。行って、行って、うわー、持てないわ、作りすぎだね。これ鶏肉道具がないなと思って、遺跡あるけど絶対行きたくない。あっこいたら俺は死ぬ、死亡確定。あ、もうもう最初のスポーンしたところらへんで牛をまあまあ倒せばよかった。失敗したな。あ、牛だけどこれは子牛。なんだこれ、羽、羽か、もう骨とかいらねえわ。ちょ、これ武器作りすぎだね。あ、まだ食わんでいいか。いらねえわこんなもん。これさ、ポーチをさ、増や、持ち物増やせば、増やすとか、そういうなんかアップデートとかあればいいのに。あ、そういえばで、ちょっと
とここで作るわ。今からベッド。あ、そっか、木必要か。よっしゃ、ベッド作る。ベッドをポン。よし。ちょうど夜？あ、違う、まだ明るい。お腹減ってきたな。あ、豚さんもいる。まあまあ豚さん、まあまあ動物、なんか密漁者みたいな。密漁者じゃないか。すごいなんか悪い人っぽい。だってさ、動物のまああれ生きるためだったら仕方ない、仕方ない、生きるためなんだ。ヤギだ、ヤギは嫌だ。やべ、ちょっと腹減ってきた。ヤギ倒しても何にもなんか多分取れないから。マグマあるやん。あ、ちょっと暗くなってきた。じゃあこの雪山の上で寝るか今日は。なんちゅうとこで寝てんねん。あれ、まだか。うーわー、ここそろそろかな。よしよし、はい、あ、持った。誰でも動画クリエイター、いちいち言わんくてええのに。いや、じゃあ今日はここまでにしとこうかな。パート1。あれ、じゃあ、ご視聴ありがとうございました。